するしない？鈴木太郎に100の質問やってやるよ。パッパって感じで、パッパって感じで太郎さんに質問に答えていきます。答えていただきたいと思います。じゃあ次いきます。最近できるようになったことは何ですか？79番。最近できるようなこと、鈴木太郎最近これができるようになりましたみたいなことありますね。昔と比べれば、おっとぞ、なんだ、いらんことをちょっと言わなくなったな。ちょっと変わった、減ったんだ、まあ、減ってもまだ普通の人より多い、だいぶ多いと思うけど、全部言っちゃってたんだ、前はもっと。え、でもそれは人間としての進化ですよ。嫌なものは嫌って多分普通のサラリーマンとか僕絶対務まんない自信があったんでしょ。そうですね、そんな気がします。多分上司と揉める未来しか見えてなかった。そうでしょうね、まあ先生と揉めて野球できないぐらいですからね。そうでしょうね。あ、じゃあちょっとは減ったんだ。そういう融通きかないっていうか、僕政治が嫌いで。でも世の中政治大事じゃないですか。そうですね、そうだね、よかった、みんなが太郎さんじゃなくて外盛り固めていいように持っていくみたいな、めちゃめちゃ嫌いで、なんでそう思ってんのにそうしないのみたいな、なんていうの、そんな表面的な会話しないでみたいな、そういう、なんていうの、さっぱりしてるな。そうそうそう、でまあ分かりやすいですけどね、その方がね、周りもね。次いきます。80番。つらいなと思うこと。私は負けた時、それは辛いですね。ゲームリングとか始まって大事な対局、自分がたまたまうまくいったところもあったんであれですけど、やっぱり負けてちゃう人も絶対出てくるゲームじゃないですか。本当その負けてる人を見て、まあ、当然自分に置き換えた、そのシチュエーションを自分に置き換えたこともイメージしたりもしながら、いや本当辛いだろうなっていう気持ちにはなりますよね。絶対こう勝ちと負けが出るゲームだし、絶対誰か負けるんで、うん、そっか、やっぱ麻雀ですね、一番はね。次いきます。ご自身の性格を教えてください。竹を割ったような性格です。もう白黒つけたいし、嫌いなものは嫌い、言いたいことははっきり言う、はい、時間は結構守りません、鈴木太郎です。え、時間そんな守るから、いや、そんな守んないよ。いや、大体守ってないよ。いや、7割、7割ぐらい、あ、でも物によりますね。今日とか、今日あのラフなのはいいやと。謝れ。見てねえし、ラフ言うし、もうずっと異世界行ってろ。はい、ありがとうございます。次、82番。人付き合いの目線で自分の好きなタイプ、まあ男性女性、あ、男性でいいかな、あの一緒にいる仲間としてどんな性格の人が好きですか。まあ実名誰か挙げてくださってもいいですし、まあ最近はあのチームメイトのケンちゃんとか。あ、そのだけ、はい、選手好きなんですか。めちゃめちゃ好きです。どんなところが好きなの、ケンちゃん。やっぱりなんていうかね、うちのドリブンズの、うん、まあ、特に2人ですね、うん、めちゃめちゃ村上さん出てきて、ケンちゃん、ワンパンって言われると、ちょっと、これ見たらずっと泣いちゃう。ずっと泣いちゃう。ケンちゃんと僕は特に、なんか頭でっかちなんですよ。ケンちゃん、麻雀警察とか、麻雀警察好きだしね。そう。やっぱり、似てるかも。麻雀感というか、僕は麻雀をもっとフェアに、シビアに、きっちり型にはめてやりたいんですよ。ルールとか、細かい、あの、すべての要素。同じこと、ケンちゃんも言ってた。それをやっぱりマージャンって結構曖昧なところ多いゲームなんで、そこがめちゃめちゃ嫌いで、もっとそうね、シビアにきっちり決めて、そのルールの範囲内の中でそれぞれの選手が最善の努力をして、ちゃんとなんていうの、まあ、なんで見せ物ではなく競技としてシビアに技術を比べ合いたいみたいな、ね、気持ちがあって、そこの価値観とかはね、やっぱりすごい一緒でしょうね。それはそんなさんもよく言ってるから、だからそういうタイプはやっぱ似てるな、自分と。そうですね、そういう話が合うと思うんですか。麻雀感も合うし、価値観も合うし、まあ、ケンちゃんも意外とずずしい。そうですね、し、あの、なんていうの、一台一台怠けないんですよ。そう、確かにサボらない麻雀ですよね。
いくら降りるときにしても絶対にただでは転ばないというか、考えた上で選択するし、まあその辺のね、追求する、全てを追求する意識だったり、もう全てちゃんと守ろうとする気持ちだったり、そういうところがやっぱりありますよね。そういうタイプが好きなの。じゃあ次は83番、好きな女性のタイプ、どんな女性が好きなんですか？まあ優しい人あと自分のこと好きになってくれる人、まあ許してくれる人こんなめっちゃわがまま、めっちゃわがまま受け入れてくれる、はい、人ってこと、はい、結構じゃあいっぱいいますね、そんな感じだったらね、はい、募集中です次、苦手なタイプ、男女どちらでも構いません、どんなタイプが苦手ですか？84番、自分のことを認めない人、認めてくれない人、あの舐めた態度を取る人とかめっちゃわかるんですよ。あのわかるんですか？あ、完全に舐められたな時に、例えば、誰ですか？誰ってことないですけど、対応とかでも、はい、例えばあの人に同じ態度取らないよねみたいな態度を取られた時にあ、差がね、はい、あ、舐めてきたなって思った時に嫌なんだ、はい、好きな人は好きなんですよ、うんうん、自分のことを好きにいてくれた人も僕は好きになるし、かわいいな、嫌いな人は嫌いな態度、はい、もうそういう態度出ちゃうから、なんかいいですね、分かりやすいワンちゃんみたいなえ、でもそんなことじゃないですかそんな明確に言ってくれる大人はなかなかいないんだよね。あ、そういいと思います、はい、はい、85番、これにはぞっこんです、これ結構ほんと好きなんだよなとか、物でも構いませんし、あります？いや、いっぱいあると思うんですけど、例えばどうぞ。例えば甘いものとか、え、そういう話じゃなくて、甘いものは何が好きなんですか？砂糖の甘さ、あの純粋な甘いもの何が好きなんですか？砂糖の甘さっていう返答は私初めてですよ。違うんですよ。いや、いろんな人の話聞いてますけど、甘さもいろいろあってないですか？舐めてろ舐めてろシュガーいや、甘さもいろいろあるけれども、大体イメージするのは砂糖の甘さですよ。あ、そうですか、うん、だし商品名とか、あの料理名とかで言ってくれるのかと思ったんですよなんかまあ、ゴーさんで言うならシュークリームみたいなとか、プリンとか言ってくれるならあれですけど、砂糖の甘さ好きにやだけ舐めてくださいみたいなアリさんですかみたいな何が好きですか？プレーンな甘さです。あの、だから例えばケーキも好きですよね、うん、あ、そう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 、ケーキ好きだし、生クリーム、あの、チョコレートも嫌いなんですよ。あ、そうなんですか？カエルチョコレート、白いチョコレートは好き、ホワイトチョコレートは好きだけど、ビターとかそのミルクチョコレートは苦いじゃないですか。ミルクも苦くないですよ。でもあんまり好きじゃないです。そうなんだ、茶色いのはあんまり。あとフィナンシェとか結構めっちゃ好きなんですけど、うん、オレンジ、なんだっけ、マドレーヌとか、はいはいはい、マドレーヌとかちょっとオレンジ入ってるじゃないですか、うんうん、柑橘系が入ってるの嫌なんですよね。あ、ちょっとおしゃれな何か入れちゃった系はあんま好きじゃないってことだ。あ、はいはい、じゃあシンプルな甘みが、そう、あのシンプルな、例えばわかりました、なんか言いたいことがあった、なんでそれ入れちゃうのみたいな、あ、それも言いたかったら砂糖って言っちゃったのねあ、なるほどね、わかりました、だいぶわかりやすい、ちょっと、うん、オレンジの香りが入っちゃったとか、おしゃれな系ありますもんね、チョコでもなんでもね、はい、オレンジの風味入れたりとか、そういうの、え、ま、あれ、ナッツ、ナッツ系は、ナッツ系は好き、あ、ナッツ系は好き、繊細よくわかんないマカダミアとか、柑橘系は入れないの、柑橘系はやめてほしい、うん、でもナッツは OK、 ナッツは OK はい、募集中ですはい、次86番、これは受け付けません、ちょっとこれ本当苦手なんだよね、物あります？え、食べ物ですか？でもいいし、別にあの世界にあるものでも構いませんし、いや、嫌いな人が受け付けられない、同意大体みんなそう、はい、嫌いな食べ物も受け付けない、パクチーとかは受け付けないですもんね。パクチーは受け付けないです。香草系はねダメだって言ってましたもん、ね、臭い系だから肉好きなんですけど、まあちょっとあの臭い系の肉は好きです。燻製は？燻製？燻製ご存知でない？いや、燻製干してるやつでしょあの、はい、あの香り付けされてる、いぶされてるみたいな。あ、全然燻製はいけます。あ、大丈夫だ。肉の臭みだから、ちょっとあ の, 肉の臭みラムとか、あ、ラムダメなんですか？へ、え
そう、ちょっとあんまダメですね。じゃあもう牛とか鶏とか豚とか。はい、牛とか鶏とか豚がいいですね。定番じゃあもう生クリームとかも定番系が好きなんだ。そう、余計なの入れないで。おしゃれなのダメだね、じゃあ大体太郎さん。おしゃれなのダメ。安上がりな人です。はい、次。好きな人に対してどういう風になっちゃいます？どういう風になっちゃう？どういう風な対応になっちゃいます？好きな、87番好きな人、はい、好きな人、異性ってことですか？異性、同性、異性、まあ、気に入られようとする。じゃあ次88番、恋愛するとどうなります？彼女に対してとかどういう対応なんですか、太郎さん？あ、それは、あのちょっと僕自身ダメだと思ってるところなんですけど、慣れてくるとちょっと存在になるところがあるなと。最低。最低じゃないですか。え、最初は優しいの？最初の方が優しい。うわ、やだ。でもそんなもんじゃないかなと思う。そんなもんだけど、やだ。え、最初優しいけど慣れてくると、なんか別にいいだろうみたいな、なんかこれも多分ね、感じ間違って育てられちゃったんだよね。ご両親。なんか何、どこで間違っちゃったの？何歳の時に何、なんかこう気づくのが遅かったというか、子供の頃って例えばなんか、なんていうの、言葉のいらない仲みたいな、なんかそういう風潮あったじゃん。ごめんなさい、え、詳しくお願いします。何その風潮。なんていうの、もうめっちゃ親しい関係の間は、俺とお前は言葉なんていらないよねみたいな。あ、そういう人いるわ。そういう、なんかね、多分ね、俺それ、多分僕らが子供の頃の悪い文化っていうかイメージだと思うんですけど、それを子供の頃にそういうのをなんか感じすぎちゃったんですよね。めっちゃ仲いい人ほどそこに余計な言葉はいらないみたいな、なんか、いや、そういう人いる。なんかでも日本人男性って多いですよね。そう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 、わざわざ言葉にしなくても分かるでしょみたいなスタンスですよね。そう、それ間違った、あの間違ってますよね。そう、それ間違ってます、ね、最近気づ、それ気づいてるんですけど。よかった、気づいて。子供のなんかそういうね、なんかアニメとかなんか、そ、昔話かわかんないけど、そういうのがあったんですよ。そういうちょっとそういうのを印象付けるような環境、あれが間違った。子供の頃に見るべきじゃなかった。絶対言った方がいいですよね。声に出して好きなら好きとか、ありがとうね、ありがとうで、ちゃんと感謝の気持ち伝えるべきですよね。めちゃめちゃ大事だと思う。いや、でもじゃあ別に最近それ分かったなら、今後はもうそれ対策できますから、存在にはしないし、ないがしろにもしないですもんね。そうですね、なるべく頑張ります、頑張ります。そうなんだ。89番、ご自身の恋愛観ですね。どんな恋愛観をお持ちですか？恋愛観、うん、恋愛は常にしてたいタイプじゃないですか？いや、そうでもないですね。あんまり気にしない。男友達と彼女とどっちが楽しいですか？それは男友達です。いや、なんかそこ精査じゃないですか。なんか女性の方が大体男か彼氏欲しいたい何ていうか分かんない多くないですか？でも彼氏といたい子も多いでしょうね。え、でもじゃあ相手にはどんなことを求めるんですか？ベクトルが違う。男友達に求めるものと女友達、もう彼女とかに求めるものって求めるものが違う気がする。同時に誘われたらどうして行くんですか？その時次第。わあ。多分なんか、ね、そこね、思うんですよ。女性と男性と感覚違って、うん、女性はよくそういうどっちが大事なのみたいなことを彼女言う話聞くんですけど。言うね、言うよね。でもそれって同じベクトルの比較になってないんですよ。わあ、また来た、そういうの。え、そういうもんじゃないですか？わかります、合ってます、合ってます。でもなんか男友達すぐパッて出てきちゃうところとかが、ああってなる感じ。もうそこ隠すべきだったかもしれない。かわいい返し。いや、でも太郎さん素直なところが愛くるしいんで、そのままで言っていただきたい。はい、次90番、自分の仕事感について語ってください。仕事感、マージャン感ってことですか？でもお仕事の面に関して、その麻雀今打つだけじゃなくて、はい、こう喋るお仕事もだし、解説、はい、だってあるし、いろんなあの媒体が増えたじゃないですか。文章にされることも増えたしってなった時に、
どんなところを大事にしてたり、僕の麻雀っていうことを間違えずに伝えること、正確に。結構麻雀、なんていうの、誤ったかどうかわかんないですけど、凝り固まった解釈っていっぱいあると思うんで、そこを正したい気持ち、ちょっと厚かましいかもしれないですけど、と、誤解を招くようなことをなるべく喋らない。お、伝え方の意識は高めてるんですね、はい。でもすごく大事なことですね。次。自分の性格についてみんなに伝えたいことがあればどうぞ。どういうふうに鈴木太郎を扱えばいいですか？え、それは優しくしてほしいです。太郎さんを優しくしてあげてください。で、こう、太郎さんって来てくれる人に対して、太郎さんみんなに対してもこういう感じですもんね。笑顔で。そうです。ね、でもだから嫌いな人から僕もう好かれようっていう気持ちはなくなっちゃったんで、みんなにいい顔しようっていう気持ちがなくて、なくてもう割り切られて、そう、好きな人来てくれる、ね、好きな人って言ってそういう、ありがとうって、喜んでほしいし、よくしたい、そうじゃない人はさよならって、そういう人は別に、はい、そういうもんじゃないですか。でもそうですよね、はい、はっきり本音言う人なかなかいないですけど、本当そうだと思います。はい、次いきます。今後行きたいところってありますか？92番。行きたいところ、うん、行ってみたいところありますね。なんかアマゾンとか北極とかも行ってみたいし、何、生命の危機を感じたいってことですか？いや、あの生命の危機を感じたら嫌なんですけどあのなんでアマゾンと北極が出てきたんですか？いや、あの本当に行くそうだったら来たくないですよ。だから何言ってんのボデボデみたいな感じで、あー、なるほどね、パッパみたいな、そうそうそうちょっと帰ってくれる。あとなんかパワースポットみたいなところさいっぱいあるじゃないですか、そんなの。あ、でも違う、あのなんかなんていうの、あのなんていうんだっけ、あのシャワーのあれみたいな、イオン、あれなマイナスイオンみたいなね。何言ってるの、全然分かんなかった、チリチリしてんだから。マイナスイオンを言いたかったんですか？そうやっと出てきてよかった。なんかマイナス音を感じたいんですか？マイナス音がめっちゃ溜まってるようなパワースポットみたいな、なんか新たに発見されましたみたいなのあるじゃん、たまに。ありますね。そういうところに行ってみたいなと。はい、行ってください。